オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをアンサンブル講師が週替わりでお伝えします。本日の担当は響き先生です。皆さんこんにちは、アンサンブル講師の響きです。本日もアラカフェットの時間が始まりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。僕はというと、最近こんなことがありました。先日雨が降った時の話ですが、大きめの傘を持って家を出ました。よく行くカフェに入って昼食をとったり本を読んだりしてのんびり過ごしたのですが、カフェを出ようと思ったその時、あることに気づきました。そう、お店に入る時傘立てに置いた自分の傘がなくなっていたのです。誰かが自分のと間違えて持って行ってしまったのかもしれないし、もしかしたらわざと取って行ったのかもしれません。いずれにせよ、よく傘を置き忘れてしまうのを反省して、これなら忘れないだろうと買ったちょっと高めの傘だっただけに、とても悲しかったです。ところで、悲しみを表すフランス語はよく使う名詞が2つありますね。1つは女性名詞で tristesse tristesse と言います。ご存知の方も多いのではないでしょうか。これは悲しい、寂しいを意味する形容詞 triste triste が名詞になったもので、 tristesse tristesse と発音します。そして悲しみを表す名詞としてもう一つ挙げられるのが、男性名詞のシャグラン、シャグランです。初めて耳にするという方もいらっしゃるかもしれません。これは先ほどのトリステスよりも悲しみの度合いが深く、より深刻な悲しみを表すようです。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は僕、響きがお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部は前回同様、アンサンブルの生徒様、通称アンサンブルメイト様の学習法を入門者から上級者までレベルに分けてシリーズでご紹介します。それでは本日のフランス語レッスンを始めましょう。今回ご紹介するのは、僕みたいに何かをなくして喪失感を覚えているときにぴったりの表現です。 Ça me manque Ça me manque と発音します。これで私はそれがなくて寂しい、悲しいという意味です。この文ではさは主語で、それという意味ですね。そしてむは私に、私にとってという意味で、動詞の間接目的語です。では動詞のマンクはどうでしょう。現在形に活用されているのでマンクと発音しますが、不定形はマンケマンケと言います。このマンケの意味は寂しい、あるいは悲しいでしょうか。実はそうではありません。マンケという動詞は特に感情を表す言葉ではないのです。ではどういう意味かというと、マンケは足りない、欠けているという意味です。
Ça me manque は直訳するとそれが私に欠けているですから、それがなくて寂しい、悲しいという意味でよく使われます。ちなみに主語を tu にすると Tu me manque、 Tu me manque。 よく聞く表現で、君が恋しい、君がいなくて寂しいという意味になります。英語の I miss you と同じ表現ですが、英語と違ってフランス語の方は君、tu が主語なので気をつけてくださいね。 Tu me manque、 家族や友人に対してもよく使いますので、ぜひ覚えておきましょう。いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひアンサンブル・アン・フランセのホームページから無料メールレッスンにご登録くださいね。それではまた。アビアント。響き先生、ありがとうございました。アラカフェットは日本最大のオンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方に、フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして、番組の第2部はアンサンブルスタッフのミキがアンサンブルの生徒様、通称アンサンブルメイト様のフランス語学習法を、入門者から上級者までのレベルに分けてシリーズでご紹介します。フランス語学習者の方なら誰でも他の方の効果的な学習方法や、これはあまり役に立たなかったという学習方法がどのようなものか、とっても気になりますよね。さて、本日はプチポワさんの学習方法をご紹介します。プチポワさんはフランス語学習歴10年以上、レベルは中上級でいらっしゃいます。大学でフランス文学科に入ったことがフランス語を始められたきっかけだそうです。フランス語学習の最終目的は、フランス語で京都のガイドブックを書くこと。アンサンブルで受講している講師は、セシル先生です。では、プチポワさんのアンサンブルでのレッスン内容と、おすすめする効果的な学習方法をご紹介します。大学入学後、早くから自由作文が毎日の宿題でした。ノートに授業も書けなくても、とにかく毎朝提出し、フランス人の先生が添削して午後に返却。これを2年間続けました。私のフランス語力の8割以上が、この毎日の作文で培われたと思います。アンサンブルのレッスンでは、前半は予習なしの自由会話、後半は予習ありのレッスンをお願いしています。つまり、当日までに500から1000字程度の作文を書いて、先生にメールで送ります。レッスン時には、そのテキストを私が1文ずつ音読して、先生に直してもらいます。発音もよく直されます。綴りの間違いはもちろんたくさん。先生は文法や綴りの間違いを、その都度パソコンの画面に表示。それらはマイページに保存されているので、レッスン後のテキストの訂正に役立ちます。おしゃれでより正確な表現を教えてくださるのも楽しみの一つ。作文を書くための予習時間として1、2時間が必要ですが、この方法はレッスンを倍以上効果的に活かせると思います。今まで書いたものの中では、2つの利休。
和菓子、干支、年号についてのテキストが面白かったです。作文を書くために調べ物をしていくうちに新知識が得られることも多々あります。もちろん1回のレッスンで一つのテーマが終わることはなく、だいたい 3,4 回のレッスンで一つのテーマという感じです。前回の間違いを訂正した上で、レッスン時にはテキストを最初から読み直すので、結果的には何度も同じテキストを読むことになります。自分で書いて先生に直していただいたテキストはもちろん保存しています。外国人の友人から様々な質問を受けますが、その答えをひねり出すときにも重宝です。これからもたくさんのテキストを書いて、自分の知識の引き出しをどんどん増やしていきたいと思っています。役に立たなかった、自分には合わないと思った学習方法、フランス人講師による文学の講義、レッスンに出席するのが精一杯で予習も復習も大してしなかったためだと思いますが、全く何も覚えていません。最後にアンサンブルメイトへのメッセージです。外国語を学ぶ上で書くというのはとてもハードルが高いです。メール一つでも正しく美しい表現で書くのは至難の業。作文が書けないときはメールの添削をお願いしています。ほんの数行でも書いてみていただくと、そこから話が発展します。人気に陰りが出ているそうですが、 Facebook やブログの投稿を普通訳とか、今週の1枚、1週間に撮った写真のうち1枚を選び、数行のフランス語コメントを添えて先生に送るようなシリーズものはいかがでしょうか。プチポワさん、ありがとうございました。作文を書いて、レッスンの時先生と見直す、そして直してもらう、非常に有効だと思います。私も次回のレッスンでお願いしてみようと思います。アンサンブル 100% 活用選手権に、3月25日の応募開始から終了までたくさんのご投稿をいただきありがとうございました。すべてのご投稿と気になる投票結果は、アンサンブルメイトのためのコミュニティサイト、クラブアンサンブルに記載されておりますので、そちらをご覧ください。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、 iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てに、お名前、アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それではまた次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。